マジで今日は本当に一番かっこいいラグビーしよう、俺らが。で、今年俺らでやった最後だけど、俺たちが目指してきたラグビーは、もう愚直に体張って、体ぶつけて、俺らの方がちっちゃいけど、東大にタックル刺さりまくって、で、見てる人たち任せようぜ。よっしゃー頭はクール。でも、熱い闘志を燃やしていきましょう。しゃーやったねラグビー部創部100周年記念第100回京都大学東京大学定期戦、静岡県の袋井市にありますエコパースタジアムからお伝えします。一方で京大ラグビー部からこの定期戦というのはどんなゲームでしょう？そうですね、同じくもうとにかく負けたくないっていう気持ちが選手たちみんな勝ってると思いますので、毎年とにかく勝ちにこだわって、その気持ち強く持ってやって取り組んでます。緑と黒のジャージが東京大学、紺のジャージが京都大学です。京都大学ラグビー部創部100周年記念第100回京都大学東京大学定期戦、今キックオフです。自陣の22メートルラインです。多彩な攻撃が持ち味の紺のジャージ京都大学、自陣の10メートルラインまで来ました。スクラムハーフの野沢が今ちょっとダミーも入れていきましたね。野沢さん、そうですね、9番の野沢君、はい、視野が広くて今もいいキック、これは素晴らしい、はい、決まりました。このモールはいかがですか？そうですね、彼らモールもかなりこだわり持ってるんで、もうトライまで行ってやろうと思って押してると思いますね。対する京都大学は脇、渡辺キャプテン、そして佐藤光明という3人がフロントローを組みます。京大の渡辺キャプテンはもうスクラムは絶対負けないという試合前の話。さあ、注目のファーストスクラムです。おーし、いや、今のスクラムどうでしたか、水野さん。いや、まさに期待通りやってくれたなと、はい、佐藤、サイドアタック3番の選手。いや、本当にここが意地の張り合いという京大東大100回目の定期戦。渡辺キャプテンが内側に行きます。1番は脇、近場を掘っていきます。そしてここでアドバンテージが出ました。東京大学に何か反則があったようです。京大は思い切って攻められます。5番は草野、加瀬君ですかね、はい、あの奥で一番開いてるので、はい、お、あと先制は京都大学。スクラムで流れを掴んでそのまま決めました。さあ、京都大学がスクラムボールを入れます。ほとんど場所は動かず、ただ京大がボールを出して、野沢、センス抜群の野沢から大鶴、12番は日野坪です。22メートルラインを超えました。13番の村上、3年生ですがチームの中心選手です。再び野沢、センス抜群のスクラムハーフ、1年生の草野が突っ込んでいきました、背番号5。再び野沢から渡辺キャプテンです。この草野選手は1年生ながら、水野さん注目の選手なんですよね。そうですね、やっぱり1年生っていうところで、しかもフォワードですし、はい、そのフィジカル面でどうなのかなって思ってリーグ戦も見てたんですけども、はい、1年生でも全然体負けしなくて、もう安心して見てられますね、草野君。あ、ここでドロップゴールを狙ったが、これはわずかにそれました。先ほどフォワード陣の話でもありましたが、東京大学はラグビーを大学で始める子も結構多いんですか？そうですね、はい、4割ぐらいは未経験です。あ、はい、安富がボールを入れます。モールで行きます。じわっと押していく。5番の塩谷、2年生が持っています。押していく。ここでまだ塩谷がボールを持っている。そのまま行くか、飛び込んだ。東大トライを一つ返しました。はい、わー、激しい突進です。今のがその東大最強のパワーの西久保選手です。ドスンという音が放送席まで来ました。ただ京大もしっかり絡みついて大きなゲインはさせません。スタンドオフの玉寄せ、ボールの行方は、あ、なかなかボールが、今東大がボールを取りました。12番平岡、京大陣内の 10m ラインです。ちょっと京大もいいタックル入ってるんじゃないですか？そうですね、はい、まだまだ全然タックルでやり返そうという気持ちもあると思うので。おー、素晴らしい。ただここはアドバンテージが出込まれました。ただボールをその後再び手に入れまして、お、相手の裏に蹴っていった。ナイスキックになりました。決めてほしいところです。
そうですね。あと短いと、おそのまま押していく、そのまま押していく、決めた、東京大学逆転。いいとこ見せていきましょうか。そうですね、今のシーンでもやっぱりこの敵陣深いところでもしっかりプレッシャーかけていってるんで、はい、まだまだやっぱり自分たちのラグビー自信持ってやってくれてると思うんで、まあ自分たちやってきたことを信じて、はい、あの今のペースでいいと思うので、はい、しっかりと戦ってほしいです。ここもいいタックル出ました ね、 そうですね。さあ、いまして10対7、東京大学がリードしています。スタンドオフの玉寄せが抜けてきた、玉寄せ間にはもう誰もいない、そのまま飛び込んでいった、玉寄せの速攻、東京大学3本目をトライ、15点目を取りました。さあ、渡辺キャプテンが入れて佐竹がすぐにボールをかき出します。見えているのはハーフウェイラインです。スクラムハーフの野沢、センスのある2年生、14番加瀬、あー抜けてきた、大外、背番号5の草野、1年生がここにいました。10メートルラインからさらに奥にというところ、スピードをつけた日の壺、一人飛ばして11番の伏見が右サイドまで来て、最後に一度で22メートルラインを超えました。あの、水野さん、敵陣入ると攻撃はかなり継続できてますよね。そうですね、ミスもなく、はい、うまくグラウンド広く使えてるのかなと思います。はい、15番の久下、裏を使っていくが、ここは東大の選手が先に追いつきました。キックを決めまして17対10というスコアになっています。東大がラインアウトからボールをしっかり取りました。スピードをつけて走ってきた玉寄せ、この人のランが先ほどは炸裂しました。4番はいました、しかし京大は激しいタックル、ん、あー、ここで京都大学がペナルティキックを得ます。7番の笹井君ですかね、は、はい、彼タックル本当強いんで勢いづけますよね、はい、1年生の草野がボールを取りました。まあ、低いタックル、前に出るタックル、やったろうぜという合言葉で頑張ってきた今年の京大ラグビー部、そのタックルが一つ炸裂しました。野沢、ハーフェイラインからわずかに東大陣内に京大が入ってきています。11番の伏見、右サイドから攻めます。スクラムハーフは野沢、スタンドオフの大鶴、1番は脇です。チームで一番ウェイトを持ち上げるという選手、脇博則、背番号1の選手。京大東大定期戦第100回の試合、静岡県のエコパースタジアムからお伝えしています。キャプテンがボールを取りました、国枝キャプテン。京都大学のこういう短いキックとかが非常にうまいので、はい、ここをどううまく処理できるかが課題になりますね。はい、どういう時間帯なんですかね。そうですね、やっぱりかなり苦しい時間にはなると思うんですけど、はい、今あのリードしてるっていうのもあって、はい、前向きにプレーできるというところで、しっかり思い切ったあの点差を広げるような方向を頑張ってほしいなと思います。はい、まあ、7点リードの状況ですが、もう果敢に追加点を狙っていくというような考え方ですかね。敵陣に入っていったのは京都大学です。スタンドオフの大鶴、2年生ながらリーダーシップもあるというスタンドオフです。確実にゲインしていきます。渡辺キャプテンが行きます。ボールキャリーとステップが得意というキャプテンです。3番の佐藤は体重100キロ超え、いや、水野さん、攻撃は本当に継続できてますよね。そうですね、はい、かなり調子いいのかなと。ああ、そうですか、はい、はい、あとはこう最後東大のディフェンスを突破するのにはどんなところ必要になってくるでしょう。まあ、そうですね、やっぱりもう接点でもう少し前に出れたら、なおいいアタックができるのかなと思うので、ここはキックを裏側に蹴っていきましたが、なんとか東大追いついたか、どうだ、ボールがこぼれるか、今のもナイスキックですね、はい、やっぱり、あ、それでも京大がスクラムで押していく、さあ、あとは飛び込めるか、飛び込んだ、キャプテンがこだわったスクラム。大きな5点が入りました。5点です。ナイス、激しいタックルありましたが、東大がまだボールを持っています。あ、ボールがこぼれた、京都大学ターンオーバー、京
今日の兄弟はボールを持つと継続できています。12番広坪、またキックを使っていく。さあどちらの選手が先に追いつくか。兄弟目標の13番の村上は小中高と全てチームでキャプテンだったというところ。そしてここでアドバンテージも出て兄弟が押す。アドバンテージが出た状態で押し込んできた。押し切った兄弟。前半終了間際トライで勝ち越しました。22対17。ものすごい集中力持ってこわんのよしよしよしここだけよな。はい、はい、さあ5メートルでのスクラム、東京大学同点のチャンス。ここはあまりゲインはできませんでした。6番の高原が絡んでいきます。今日は先制のトライがありました。14番大山、見えているのは兄弟陣内の22メートルラインです。ナイスディフェンス。今年はこの100周年でのイベントも多かったということなんですが、 OB の方たちの交流等も含めて改めてこう部の歴史実感するような場面がありましたか。そうですね、やっぱり、まあ、社会人になったんですけど、はい、それでもやっぱり東大の OB の方と会った時は定期戦の話もよくして、やっぱそれだけどの代でも重要なものなんだなと実感しますね、はい。さあその京都大学がぐっと前進してきました。京大の溝口監督も、まあ、この社会人になってからも東大の選手たちとは一生付き合うし、そういう意味でも貴重な定期戦という話をされてたんですが、まあ、その100年の絆というところですね。はい、京都大学が攻めていく。抜けてきた抜けてきた。後半最初のトライは京大か。ボールがこぼれて東大に。後半はまだ両チームスコアなし。渡辺キャプテン、後半流れをつかむトライは突き放す京大のトライになるか、あるいは東大しっかりと踏ん張ることができるか。あー抜けてきた。後半最初のトライは京大粘り勝ち。最後は緑の髪を突き破りました。平井選手はどんな選手なんでしょう。そうですね、彼はチーム内であの南アフリカ代表のシスリン・コルビーという選手によく例えられるんですけど、はいはい、とにかくステップが上手で、はい、今日ボール持った際に注目してもらえると思います、はい、あとはヘッドキャップがおしゃれですよ、ね、ちょっと24番の選手注目していきましょう、はい、平井優太が3年生ゲーム入りました。あ、この選手ですかね。そうですね、今後ろに、はい、今ボール取りました、はい、水色のキャップですか。そうですね、はい、今南アフリカの話も出ましたが、エコパスタジアムは2019年のラグビーワールドカップが行われたスタジアムでもあります。ナイスタックル、捕まえていきました。さらに突き放すか、潜り込めるか。6番の高原、今日は先制のトライがあります。東大はこれ以上の失点は避けたいとこですが、ゴールライン上ボール見えています。あと1メートル、ボール際、ここはさあ京大追加点のチャンス。東大は踏ん張りどころ。前半20分、12点差京大リード。100回目の定期戦です。ボール際、押し込めるか。一度下げる、バックスで来る、抜けていくか、抜けていった。2年生スタンドオフ、大鶴。大鶴です。おお、決まりました。スクラムハーフの海藤、スタンドオフの玉寄せ。あ、しかしここも兄弟がしっかり止めに行きます。さあ先ほど選手交代で17番の宮田が入ったんですが、宮田選手はインの2年生ということで、兄弟ラグビー部6年目、ね、そうですね、もう大ベテランの、はい、僕も先輩ですけど、はい、でもやっぱバックスやってたっていうところがあって、体格大きくなってもボールさばきが実はうまいところありますね、はい。じゃあ3番の選手と代わって入ったんですが、ちょっとハンドリングの面も期待ですね。そうですね、はい、下級生にも非常に人気という。そうですね、はい、インの2年生、はい、開く軍団ってよく言われてあの開く先輩を慕ってる後輩たちが集まってますよね、はい。渡辺がボールを入れます。キャプテン、スクラムハーフの野沢、スタンドオフの大鶴、先ほどトライ。13番村上が裏を使っていく。しっかり奥に蹴り込んでいきました。
14番の加勢がここで待っていました。スピードのある選手です。今年は創部100周年の京都大学、絡まれましたが弾いていきました。いいプレーがあると大歓声の今日のエコパスタジアムです。さあ東大は踏ん張りどころです。緑と黒のジャージ粘れるか、京大押し込んだトライ。杉浦さん、やはりそのフィジカル面というのはかなりこだわっている部分があるんでしょうか。そうですね、やっぱり体が自信あるとその自信あるプレーが、前向きのプレーが出てくるので、はい、こういったところから東大の良さが見せられるかなと思います。さあその敵陣に深く入ってきたところ、アドバンテージも先ほど出ていました。後半まず1本返せるか、時間は30分を過ぎています。緑と黒のジャージ東京大学、おーっと上から行ったか、ボールがこぼれてしまったか。埼玉県の浦和高校で同期だったという両フッカーです。渡辺味方の両チームのフッカー、倒れない、あと1メートル東大の終電。後半まずは1本返すか、ボールは見えています。横サイドアタック、もうあと数センチと言ってもいいと思います。東大が押し込む、緑と黒のジャージ粘るか、いったか、トライ。本日にいいプレーしてくれましたね、はい、ただここ東大がチャンスを作っている。連続トライになるか、東大抜けてきた、途中出場の選手も絡みながら東大。17番途中出場の味方、20番は在木、左からしっかり取りました。マイボールスクラムからボールを出してきました。スクラムハーフ海藤、長いパスなんとかつながった、オフロードパス13番西久保、パワフルな西久保が飛び込んだ、怒涛の反撃東京大学。ある場面もありましたが今9点差まで来ています。43対34、場内の時計は40分を過ぎていますが、東京大学このいい流れそのまま攻めきれるか。さあ京都大学がボールを取ったが、反則がその前にあったでしょうか。あ、ここでノーサイド。100回目の定期戦は100周年の京都大学が43対34で宿命のライバル東京大学を下しました。ディフェンスであったりアタックであったり、はい、あとはスクラムですね、その辺全部自分たちの思ってる通り 100% 発揮できたところかなと思ってます。一方で東大全国の杉浦さん、そうですね、はい、今水野君からもありましたが、やっぱり京大さんのディフェンス、これが非常に良くて、自分たちのやりたいことをなかなかできなかったところが京大の苦しかったところかなと思います。ただやっぱりそれの中でもこの後半の中で立て続けにトライを取ったりとか、すごいいいプレーも見せてくれました。静岡県袋井市にありますエコパースタジアムからお伝えしてきました京都大学ラグビー部創部100周年記念第100回京都大学東京大学の定期戦は、京都大学が43対34で勝利を収めるという結果になりました。放送席の解説は京大の前年度キャプテン水野貴之さん、そして東京大学の前年度キャプテン杉浦貴之さんでした。お二方、ありがとうございました。ありがとうございます。